に余裕を持ってお出かけください。昼ごろには紀伊半島や四国も雨が強まって、夜にかけて東北から九州の太平洋側は局地的に激しく降る。その理由は熱帯低気圧の東側を中心に湿った空気が流れ込むためです。雨雲が発達しやすいと。特に東北沿岸には小さな低気圧が発生して、大雨の危険があります。あさってには熱帯低気圧九州付近に進みます。また太平洋からの南風と大陸の高気圧からの北風がぶつかって、各地で雲が多くなりそうです。この先、金曜日までは多くのところで曇りや雨が続いて、雨が強まる日もあるそうです。新潟の水不足、解消する雨になってほしいですね。そうですね。はい、また最低気温は、週の後半には低くなって、木曜日は30度前後と、厳しい暑さが一旦落ち着きそうです。では、明日の各地の天気です。沖縄から西日本です。日差しが届くところもあって、広島や熊本は猛烈な暑さでしょう。東日本です。太平洋側を中心に雨で、東京は久しぶりに最高気温30度を下回りそうです。北日本です。晴れ間が出る秋田や青森は厳しい暑さでしょう。週間予報、名古屋と山形です。火曜日、水曜日は鹿児島など九州で大雨の恐れがあります。札幌から東京です。火曜日と水曜日。